白井文は、日本の政治家。ブラザー工業社外取締役。旧姓は久保田。兵庫県天ヶ崎市長、阪神水道企業団議会副議長、天ヶ崎市議会議員を務めた。兵庫県天ヶ崎市生まれ。出生時の名前は幸子。神話女子高等学校卒業後、大阪外国語大学外国語学部に入学。1979年。 全日本空輸に入社したため、大学を休学。全日空では、キャビンアテンダントを務める。1990年に、全日空を退社し、人材育成コンサルタントに転身した。以後、生命判断により、本名の、サチコではなく通称名、文を名乗る。1992年から1997年まで、 大阪 YMCA 国際専門学校講師を務める。1992年に天川崎市議会において大規模な不正出張が発覚。この事件に怒りを覚え、1993年、天川崎市議会議員選挙に出馬し、初当選した。1997年に再選。2001年の市議選には出馬せず、前職の人材育成コンサルタント業に戻った。 2002年11月17日に行われた天川崎市長選挙に日本共産党の支持と職員労働組合の支援を受けて出馬。自民、民主、公明、自由、保守五党が相乗りした参戦を目指す現職の宮田、吉尾を破り、初当選した。兵庫県の女性市長は、史上二人目。同時に戸籍名も、文に改める。12月12日。 市長就任当日有権者数、人最終投票率、32.25%2006 年11月、天川崎市長選挙で、自民、公明2党が推薦する、元市議の谷川正秀谷川修善の長男を大差で破り、再選。2008年、道路特定財源の維持を求める全国の市長による、単願書の署名を拒否した。二千十年九月、 天ヶ崎市議会で11月に行われる天ヶ崎市長選挙に出馬しない意向を表明した。2011年6月、軍勢社外取締役に就任。2019年6月、ブラザー工業社外取締役に就任。ありがとうございます。